新潟地方気象台によりますと、県内はあさってにかけてこの冬一番の寒気が流れ込み、強い冬型の気圧配置となり、明日にかけて大気の状態が非常に不安定となる見込みです。山沿いを中心に平地でも大雪になるところがあり、特に明日は警報級の大雪になる恐れがあります。明日朝6時までに予想される24時間降雪量は、多いところで平地で40センチ、山沿いで70センチです。北陸地方整備局やネクスコ東日本は、予防的に通行止めにする可能性を示していて、不要不急の外出を控えるよう呼びかけています。